わけで、まあ、スタジオ的に公開制作するで作ってみようと思います。でちょっとパラパラ弾いたりするのでちょっと楽しく聴いててください。じゃあアイマイ君、アイマイ君マイクスタンドで、スーパーマイクスタンドで。歌詞は歌詞はあらかじめありまして、パープルーム、パープルーム、研ぎ澄ましの美学、パープルーム、パープルーム、研ぎ澄ましの美学で、あとは花粉、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 花粉っていう、そのこれもちょっとビジットワードなんですけど、ちょっと意味わかんないと思うんですけど、歌詞は頭の中に浮かべてください。パープルーム、パープルーム、研ぎ澄ましの美学、パープルーム、パープルーム、研ぎ澄ましの美学。あれ、マイマイ君の着てるこの服は、X ジャパン、瞬間の美学。あ、これだった、思い出した、思い出した、思い出した。ちょっと騒いだけ練習したんですけど、ちょっと信号が雑すぎ。いや、いつもこんな感じだと思います。制作だからね、今ね。近代花粉、花粉、本当にで、まあ女性の方は花粉、花粉ってあるはい、ステリックな、ちょっとまあちょっと一発いってみましょうか。
ゃ気になりますよね。はい、まあそう、あのそういう人たちなんで、これで完成とします。やったー。マジかよ。マジかよ。トギス、花粉が長い。じゃあパープルーム、トギスマシの美学、パープルームの美学。ちょっとじゃあマイクをバラバラでちょっと回してもらってですね、ちょっと歌いそうな、だからちょっと歌いたい人。一応これ録音して、言葉遣い間違えた、歌っていただける方。これは実際の、まあね、何事も勝手に何でもかんでもアートだっていうのはちょっと消せないところありますけど、まあ、表現活動の一環として、まあ、そのパープルームの先端と末端のファンタジアに展示されますので、できれば歌ってほしい。歌いたい人。あ、勇気持って、勇気持って。あの、あ、歌ってくださいね、たぶんね。お姉さん。違う、たぶん。大層、大層の人。あ、だ。じゃあ、マイク1本回してください。で、周りの人と一緒に。他にあと2本ですよ。これ、キーボードはピアノの方がいいですかね。誰かいるかなあ。なんか最前のお姉さんちょっと歌ってみますか。ちょっとふんふんぐらいでほっ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 研ぎ澄ましの美学。パープルーム、研ぎ澄ましの美学。パープルーム、研ぎ澄ましの美学。花粉。もう花粉のところはもう音もないので。先生、ちょっと意見があるんですけど、はいはい、パープルーム、パープルームの方がいいんじゃないでしょうか。いや、用事性が大事なんです。意図的にパープーにしてるわけですね。そパープーってことです。その用事性が、ね、大事なんです。大丈夫なんです。はめつけちゃうと、ゆいさんのアイディアは何でしたっけ。いやだからパープルーム、パープルーム。あ、それ知性を感じるんです。パープルーム、ここは。じゃあちょっと行ってみましょう、ね。大丈夫かな。じゃあ頑張って行ってみましょう。まあ、イントロ一回やります。でそのまま歌に入る。ありがとうございました。